サラセの会の三国テーマ動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっと先日風邪をひいてしまったと、ちょっと伝えさせていただいたんですけど、月曜日にね、病院に行ってきました。っていうのがね、めちゃめちゃひどくなったからというよりは、ひどくならないために行ってきたっていう感じですね。やっぱり早めに行っとった方がいいかなと思ってね。11月の中頃に、福岡の方に旅行に行ったりもするんで、まあちょっとね、長引いたら鬱陶しいなということで、病院行ってきたんですけど、結構流行ってるみたいですよ、風邪。なんか、吐き気をね、催す風邪が、流行ってるらしくて、病院でもそうやって聞かれたんで、まあ僕は吐き気はないんでね、大丈夫ですいう感じでは伝えたんですけどね。なんでまあ皆さん風邪ひかんように、お過ごしいただけたらなというふうに思います。で、今回なんですけど、ちょっとね、あまりにもひどくて笑ってしまった、ね、リプがあったので、そちらの方を見ていただきたいかなと思うんですけど、攻めてる方はこの吉田さんですね。この方は、うちのマスコットキャラクターのね、スタジオポロリさんのサブということになってるんですけど、スペックの方がね、こんな感じ、今見ていただいてるような感じになってるんですけど、まあ、二強、四竜、周遊、劉備ということで、まあ、柔道武将のね、わりかし強いを揃えてるんじゃないかなという感じですね。周遊とか二強とかやったら、まあ、最強の攻撃陣に加えてもええんちゃうかなっていう風なメンバーにも見えるんですけどね。で、神器はこれ全然触ってない感じですね。干渉権だけレベル上げてるかなという感じですね。で、馬は、一応全部名馬にはなってるいう感じですね。開口とか持ってますね。で、スキルは、うんちゃんが10人になってますね。両原価も10人になってるということで、結構、僕なんかより全然馬は育ってるなという感じに見えますよね。羨ましいですね。で、自衛は普通というか、まあ、僕と同じぐらいですかね。この方が、曹操と、あと、何やったっけ、投稿か。投稿勇士を持ってる人に攻めたリップというのをね、今から見ていきたいかなと思うんですけど、そしたら始めていきましょう。はい、そしたら見ていきましょうか。この吉田さんはね、地上戦の方ですね。今、サイドカットをして、曹操側から行ってますね。で、曹操を釣り出して、まずは曹操を殺そうというところですね。うまいこと釣りますよね。で、ここで、2強も寄ってきてるんですけど、2強は引っ込んでいきましたね。で、曹操と対マンで割と、いい勝負をする軍を出して、で、主君も一緒に出してるっていう感じかな。で、2人では部が悪いと判断したのか、劉備も出してますね。これで、武将の回復も劉備の剣でできるという感じになってます。2強も出してますね。もうこれ全部、ほぼ全部いったな。2強、劉備、あと文王と主君という感じなんですけど、これ見てください。曹操の体力が減っていかないですよね、これ。この4人で、こう、タコ殴りにしても、全く叶わないと。しかも今、主君死にましたよね。死んだ声しましたよね。えぐいな、これ。で、時間があまりにもなくなってきたので、周囲が登場するんですけど、これ周囲のスキルって、打てば体力回復するはずなんですけど、逆に、言うたら、投降の反撃でね、瞬殺されてしまうんですよね。えぐないですか、これ。いや、ひどいな、これ。ちょっと、壊れにも程があるなと思うんですけど、まあ僕、今までの動画で、再三にわたってね、曹操が強いということはお伝えしてきたんですけど、まあこれはひどいなと。3分間ひたすら曹操をタコ殴りにして終わったみたいなね、リップになってるんですけどね。うまいことやってるんですよね。もう曹操をきっちり殺してから中に入っていかんかったら、結局、まあ、さらちにできんだろうという判断でね、こうやって、まあ、きっちり曹操だけを釣り出して、この曹操を殺そうとするんですけど、この曹操が殺せないってね、これどないしたらええのよっていう話ですよね。文王やられちゃいましたね。これ文王やられる前に、劉備とか二強とか出してたらまた話が違ったのかな。いやー、どうだろうな。どっちにしろきつかったような気はせんでもないですけどね。だ2強のシルトとか欲しかったですよね。文王がいて、で、4人でタコ殴りとかだったらもしかしたらなんとかなったかもしれないんですけどね。
そうか、そもそも、主君と軍王で2対1でやってるんだったら、それで倒せてくれよっていう話なんですけどね。はい。これ、なんや。回復禁止、乱世王道か。乱世王道で、回復禁止の、灰色のマーク、ちらちら出てるんですけど、それでもどうもならんですよね。つうか、曹操の体力半分以下に1回もなってないんですよ、これ。こんなひどい話があるのかという感じですね。3分そうそう相手にして終わったみたいなリプだったんでね、ちょっと笑ってしもうたんでね、今こうやって紹介させていただいてるんですけどね。ただこう武将をたくさん出せば出すほど、そうそうのスキルもね数多く発動されてしまうっていうことがあるんで、できたら少ない数でね倒してしまうのに越したことないと思うんですよ。今まで、大勢の武将を出したせいでなんか倒せんかったみたいなリップも見たんですけどね、少人数でも倒せんのだったらどうしたらええんやっていう話ですよね、これ。いやー、えぐいな。めちゃめちゃ欲しなりましたね、そうそうね。これ防衛にいたらかなり防衛力上がるでしょう。はい、こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとひどすぎますよね。強すぎるというかね。欲しくなりましたけどね、かなりね。僕もまあ手に入れたいとは思ってるんですけどね、曹操ですからね、乱世の勧誘という名前でやらさせていただいてる以上ちょっと取りたいかなと思うんですけど、東高優秀まで一緒に取るとなったらね、かなり遠いかなというふうな気がしております。で、今日ですね、関連引きました。はい、これですけど、天井ギリギリ25回目ぐらいで出たんかな。で、まあ曹操の天命になってたと思うんで、それで取ったんですけど、まあ曹操までたどり着くかって言ったらちょっと怪しいですけどね。まだこの曹操が実装される前にもう関連は天命になるだろうなということで、もう先にね、転生を始めてたんですけど、で、取る気満々だったのに、まあ、このスペックで、先行で使えんかなとかって思って、結局取らんかったっていう形になるんですけど、結構ね、先行で使ってる方も今増えてきてますんで、とっても良かったかなというふうに感じております。ただ、やっぱり投稿融資は欲しいかなという気がしております。で、このカンネですね、カンネを使った何か、こう、検証的なんもね、できたらいいかなというふうな感じではやってるんですけど、今何分ちょっと風で頭があんまり回ってないのでうまくできるか分かりませんけどね、なんかね面白い使い方できんかなと思うんですよね。この大幅に撃退っていう、これ だいぶ吹っ飛ばすっていうことですよね。どうしようかな、覚醒ぐらいさしてみてもいいんかな、これ。図鑑でちょっと関ねこれか。これか。めまい効果とか、あと、まあ、攻撃速度、通常攻撃、まあ、この辺はええかなと思うんですけど、めまい与えるっていうことで、結構その、転移の後に追撃でこの関連出して動き止めるみたいなことができたらね、割とはええかなという気はするんですけどね。ちょっと、面白そうだなとは思うんで、なんとかね、検証できるまでこぎつけようと思ったら、またあの天武石とかいるんか。あ、けど100、武尊が132と、天武石が402ということで、すぐにでも、まあ、完走させられるということになってるんで、まあ、ちょっとやってみてもいいかなというふうには思いますね。そしたらちょっと最後、工場でもやっていきましょうかね。最近ちょっとあまり調子が良くないので、なんとかね、調子を取り戻したいかなと思います。はい、出ましたね。あ、 JP の方か、やめとこうか。こんぐらいでプレアカが出るっていうことはすぐ出るんちゃう。あ、ほら、すぐ出ましたね。援軍が援軍、あ、なんかちょっとこれ攻めにくそうやな。外武将寄りですよね。あ、どうしようかな。援軍はちょっと入ってんのか入ってないのかよくわからんという感じにはなってますね、これ。どうしようかな、どっから行くかな、これ。まあ、とりあえず援軍釣ろうか。なんか失敗しそう。
ちょっと上っ側には出したくないな。金庫台下か。だったらこんな感じで、これでどうだ。まあまあか。外武将に対しての攻めとしたらまあ割と合格かなという気はしますけどね。煉獄諸葛投石か。ご来もあるんか。うわ、猛火かかってるやん。うっとしな。投石は壊れるか。猛火やったな。なんか武将が弱いな。こんだけ武将が弱かったら悪やな。まあ1分半は切れんかったか。もうちょっと右下とか早めに太平出しときゃ1分半は切れたかなという感じですね。なんか爪が甘い攻めになってしまいましたけど、いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったとかね、役に立ったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方をよろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。